金プリ脱退の平野使用中国で再デビューの可能性。現地での愛称はビスケットちゃん。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。奇跡の小さなビスケットちゃん。元キングプリンスイカキ金プリの平野使用26歳の中国での愛称だ。 ビスケットのように甘い顔立ちの平野さんをいつまでも味わいたいというのが由来だと言われています。中国でも金プリを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場した彼の今後に注目が集まっています。中国に詳しいジャーナリスト。5月22日の夜、平野は会員制サイトで最後のブログを公開。ジャニーさんごめん、ねえ。目標届かなかった。 ただできないと言われたら仕方がない。という言葉が物議を醸した。平野さんは、かねて海外での活動はジャニーさんの夢であり僕たちの夢だと語ってきた。退女は海外進出の野心を叶えるためだと言われています。芸能関係者。では、彼の再デビューの地はどこになるのか。別の芸能関係者が内情を明かす。 アメリカや韓国が取り沙汰されていましたが中国の可能性が出てきたのです。実は彼は退場前から密かに中国への進出計画を知人に相談し、中国の芸能事情や現地におけるセルフプロデュースの方法について熱心にリサーチしていたと聞いています。 中国進出を果たした元ジャニーズ事務所所属の先輩には、元キャットタンへの赤西三38歳、や元ニュースの山下智久、38歳、らがいる。赤西さんは中国で成功を果たしたと言えるでしょう。人気は健在で、今年の4月には、中国内で注目された大型ドラマ、両運志、に出演しました。 対照的に山下さんは2020年8月の女子高生との密会報道で露出が激減。中国は不道徳行為に非常に厳しいのです。前で中国に詳しいジャーナリスト。中国の SNS、美白には平野の公式アカウントがない6月6日時点。それでも平野市用の閲覧回数はすでに1.5億回に達しているなど、 注目度はうなぎぼりだ。主演ドラマ、黒詐欺では平野さん自身が流暢な中国語を披露する場面がありネイティブレベルの発音と高い評価を受けました。また、バラエティ番組、キングプリンスルの平野さんのコーナーも中国では大人気だそうです。言語は違えど、彼の表情の豊かさは国籍を問わず多くの人を魅了するのでしょう。 前で中国に詳しいジャーナリスト。活動再開後、平野の口からはどの国の言語が話されるだろうか。米印女性セブン2023年6月22日号。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。